どうも、小瀬です。今日はボンプリティさんに商品をご提供いただきました。この5つの商品のレビューをしていきたいと思います。すっごい面白いジェルがありましたよ。それぞれの商品のリンクは概要欄にあります。ボンプリティさん直のサイトのリンクと、アリエクスプレスの日本語版のリンクと両方載せています。では、スタート。レビューとはあんまり関係ないんですけど、こういう箱開けるとき爪使ったりしてませんか？ No, no, no. ネイルが長持ちするようにこうやって開けています。爪は使いません。はい、ではこちら 10ml 入りです。ジェリーヌードジェル JN70。成分はこんな感じです。このボトル小窓があって、ここから中のジェルの様子が見えるんですが、ここから光が入ると中のジェルが硬化しちゃう？保管に気をつけた方がいいのかな？ジェルはこんな感じ。おー、めっちゃラメ綺麗。細かいゴールドのラメが2種類入ってるのかな？塗っていきます。おー、透き通ってますね。綺麗な色。このラメのキラキラめっちゃ綺麗。電磁石みたいに回しちゃうよ。未硬化ジェルはちょっとだけペタッとするね。2回目塗っていきます。おー、深みが出るね。落ち着いた色だけどゴージャスな感じ、いいね。いつも私が使っているセリアのトップコートで仕上げます。いやー、キラキラしてめっちゃいいじゃん。地爪に塗ったらずっとレンジしごっこするな、こりゃ。はい、次のいきます。シルキーシリーズホワイトジェルっていうシリーズらしいです。130色もあるんやん。成分はこんな感じ。ジェルの様子、おー、こんなんか。ちょっとびっくりしたよ。ラメの中にちょっと大きめのグリッターが入ってるかな。ジェルはめっちゃ透け感あります。これはアイムプラウドだね。はい、皆さんご一緒に。私の言いたいこと伝わったかな。バカ言ってる間に2回目塗り終わりました。トップコートも塗りました。すごいアメちゃんみたい。クリスマスって感じですね。はい、次はマグネットジェルです。ムーンライトキャット。後でわかるんだけども、本当ムーンライトキャットって感じ。ジェルはね、こんなパーリーな感じよ。ちょっとセリアのマグネットシリーズに似てるかもしれない。すっごい上品な感じの細かい粒子です。1回目はマグネット当てずにこのまま硬化します。2回目塗ります。マグネット当てなくても普通にパール系のジェルとして使えるかな。マグネットもいただきました。これ使ってみます。さっきセリアのマグネットジェルに似てるって言ったんですけど、見てこれ動きめっちゃいいの。セリアのマグネットジェルよりも断然動きがいいですね。粒子が面白いほど動くので、これでしばらく遊びました。散々遊んで最後はこんな斜めな感じで硬化。トップコート塗りました。これまた後で登場します。指に乗せた時の透け具合はこんな感じ。実はこれ夫の手です。今私の爪アートしてるので分かりづらいかと思って夫の手に登場してもらいました。はい、次。このジェル面白いよ。ノンスティックハンドエクステンションネイルジェル。すごい大きい。セリアのアイシングジェルの容器と比べて。これ成分はこんな感じです。で、これ開けてびっくり。内蓋めくったら粉になってた。もしかして硬化してんのかなと思って触ってみると、あ、プニプニで、ノンスティックくっつかないと歌ってるだけあって、この金属のヘラにも全然くっつかないです。でもこうやるとビヨーンって糸引いた。で、こうやって触ってみても本当に全然くっつかないです。100均の粘土ジェル結構くっつきますよね。これ全然くっつかない。ペタペタしないです。本当に粘土みたいです。このジェル長さ出しにも使えるみたいです。今日はこれでリボン作ろうかなと思います。このちっちゃいのを結び目に使って
残りを半分にして丸めます。さっき塗ったこの上に乗せていきますね。ノンワイプトップコートを塗った後なのでくっつくかどうか心配だったんですけど、くっつきました。リボンみたいに形作っていきます。この使っている細工棒は100均のレジンコーナーで売ってたものです。出た、スタンパー。何にでもスタンパーを使おうとする女小杖。実は手袋の指先って滑り止めがついててザラザラしているので、手袋で押さえるとそのザラザラっとした質感がリボンの表面に映っちゃうんですよね。素手で触らない方がいいかなとも思うんですが、素手で触ったとしても指紋がついちゃうと思うんですよね。なのでこうやってスタンパーで平らにしてみました。だいぶリボンらしくなってきた。じゃあ結び目つけます。あら、キティちゃんのリボンみたいになった。妙に結び目が立体感出たのでまたスタンパーで押さえとく。実験的に作ってたんですけどちょっと本気になりすぎました。はい、硬化します。60秒の硬化でがっちり固まりました。がっちりくっついてるかどうか確認します。お、動かない。微動だにしないね。めっちゃ力入れてこうやってギーってしたら取れました。多分ですけど未硬化ジェルがあったらもっとがっつりついてくれてたかなと思います。トップコートで乗り付け。無理やり取ったものを元に戻すこの虚しさ。この後トップコートして完成させました。最後の一品、メタルペインティングジェル。ツイーザーではめくりづらかったのでデザインナイフで切りました。パカ、めっちゃなみなみ入ってる。そしてめっちゃメタリック。使用前によくかき混ぜてくださいとあったのでよくかき混ぜています。マグネットジェル塗ったチップに塗ってみます。おー、めっちゃスルッとかける。テクスチャーサラッサラ。塗った後5秒待てっていう風に説明書にあったんですが、時間が経つにつれてアルミの顔料が落ち着きます。硬化は2分した方がいいそうです。おー、いい感じ、綺麗。未硬化ジェルはほとんどないようなんですが、トップコート塗ってくださいってことでした。トップコート塗るとこんな感じ。なんかこのデザイン普通に良くない？じゃあ次、全面塗りやってみます。このジェルは薄く塗った方がいいということです。塗った後ちょっと待っていると綺麗にレベリングします。待てば待つほどいいみたい。左がビフォー、右がアフター。確かにピカピカ度が増してる。硬化するとこんな感じです。また印象が変わりますね。トップコート塗るとまた印象ちょっと変わります。ほら、全体にトップコート塗って硬化します。はい、全面塗り完成。あともう一つ実験してみたの。これもうトップコートで仕上げてあるのでベース&トップを塗って、わざと未硬化ジェルを残しました。このくっつかない粘土ジェルで遊んでみます。均一に細長いものを作りたかったのでダイソーのスタンプ台で転がしました。これをネイルにのせる。なんだかちょっとシュールな絵。この作業、100均の粘土ジェルだとうにゃうにゃベタベタ結構やりづらいんですけど、すごくやりやすかったですよ。ここでメタルペインティングジェル塗っていきます。あ、めっちゃ塗りやす。塗り終わったらまたちょっと時間を置いて硬化します。なんか近代アート美術館に作品としてありそうじゃない？ないない。トップコートで仕上げます。かっこいい感じのネイル作るのにはバッチリですね。以上なんですが、一応最後にね、私の指の上に乗せていってみたいと思います。こんな感じ。テイストバラバラ。まあ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 、実験ですから。皆さんは気になるジェルありましたか？ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。では、ドローンします。